い、というわけで今回は歌劇団の大ファンというみつきちゃんのドアップでお送りしております。カメラがね、自動でね、こっちに合うようになるんだね。やめてほしいね合わないでほしいんだよ。こういう感じでずっと撮っててほしいんだよ。ローアングルで攻めてみました。というわけで大ファンのね、いつきちゃんでございました。手出すなよ清十郎くん。ファンに手を出すのは一番いけない行為だぞ。分かってんな新人もぎりくん。さあじゃあすみれさんに怒られに行きましょう。入ってちょうだい。なんとかしてっていうふうに怒られるのかな。ひどい公演だったわね。これで何回目かしら。確かに散々な内容でしたが、その分改善点もたくさんあるはずです。一つ一つ解決していけば、いつかは必ず成功させることができますよ。そうね。でもあまり時間がないのよ。あら、そうなの？時間がない？解散？世界歌劇団大戦ですわ。世界歌劇団大戦、先日もおっしゃっていましたが、それはどういったものでしょうか？近日開催される歌劇団協議会のことですわ。世界中の歌劇団がこの帝都に集まってきて、舞踏と舞踏で競い合う平和の祭典よ。両方で戦う。そこで勝利を重ね、帝国歌劇団ここにありと広く世間に知らしめる。それこそが今の花組の目的であり、帝国歌劇団復活の第一歩ですわ。それは無理ですよ。あなたが戦えばいいじゃないですか正論。わかりました、全力を尽くします。世界中の強力な歌劇団を相手に、今の花組では厳しいですが。彼女たちに勝てる力をつけさせるのよ。神山くんならできますわ。買いかぶりすぎです。俺は魔法使いじゃありません。難しいことは百も承知ですわ。それでもやらなければ帝国歌劇団の復活は果たせない。結果を出しなさい神山くん。あなたならきっと大丈夫。結果より内容の人なんですけど、マグは。わかりました。結果重視ですか。いやそれは難しいな。ありがとう。さて悪いけど私は出かけますわ。歌劇団体制をどう戦い抜くかしっかり考えておいてちょうだい。はっ。あら、しばらくいないのかな。ね、両方で戦うみたいな言い方してたね。歌劇団体制について聞く。なるほど。まずそれが何なのかを知らないといけないわけだね。さあ今、応援してるミーハーの子までキャラクターとして出てくるんだ。おっと、3つイベントがありそうですが、これは別に全部発動するタイプなんでしょうか、誰か1人なんでしょうか。めっちゃ主人公ですからね。さくらにしますか。一人で練習してる？あら真っ暗。あ、そうか、アンケート聞いてたんだっけ。おっと、慰める感じらしくないぞ。あら、ダメだったかしら。歌劇団体制に出たとしても笑われてしまうだけだ。出るのって。
歌劇団大戦でここ喋ってもいいと思うよ。どうやら、今回の歌劇団大戦に出場するみたいなんだ。やっぱり喋った方がいいかしら。2年に一度、4年じゃないの、歌劇団の晴れ舞台、帝都で開かれるって聞いてもしかしたらって思ってましたけど、日本にはここしかないの歌劇団本当に出られるんですね私たち。随分やる気が出たみたいだな。落ち込んでる場合じゃありませんのは、まあ一人で勝手に立ち直った。演技も戦いも、やっぱ戦いも演技も両方なんですね。はい、ここは声あってほしかったりして。3回目なの？3回出てたんだ。なんだろう、あらかた平和になっちゃったから研鑽を積む意味でもやってんのかな。じゃあ次は上行ってみるか。いたいた。よし、じゃあ一人ずつ話聞けそうだね。戻ってくるかもしれねえと思ってな、心配はしとるんやん。でどんなだった、聞いてきたんだろう。いい評判だって。いやこれはちゃんと正式に言いましょうよね。言い訳してもしょうがない。まあ予想通りだろ。まあ聞くだけ野暮ってやつだよな。一応反省はしてたみたいよ。その気持ちがあれば大丈夫さ。これから舞台も戦いもいい方向へ変えていけるよ。戦ってないよまだ。あ、うっかり言うパターンね。それでこそ歌劇団大戦で勝ち進むことができる。はぁ、ここはやっぱ喋ようよ。歌劇団大戦に出場するのか。しかも勝ち進む、んなもん無理に決まってんだろ。すみれさんからの命令だ、やるしかない。でもまだ戦いの方は見てないからね。私たちの実力じゃ帝劇を立て直すなんて難しいぜ。ところでクラリスは？あ、クラリスには優しくしてあげた方がいいのね。そもそも3人ってのは少なすぎるよな。はい。はいだけは喋った。おお。なんだか？うわ、来たー。お姫様の部屋みたいだな。おお、好感度アップ。いい部屋だと思うんだけど。さあ、じゃあまずはお部屋のチェックからいきたいと思います。いやもうすげえな。日記でもつけてるのかな。読んじゃおう、読んじゃおう。調べる、どこを調べてるのかしら。育ちは良さそうだな。自分のブロマイドを自分で持ってることはないか、さすがにな。こんなに本持ってんのか。こんな夜更けに女の子の部屋を訪ねるなんてどんなご用ですか隊長。いちいちトゲがある。ちょっと話したいことがあって。ああ、まあそれでもいいんだ、好感度アップ。いい加減な話じゃなさそうですね。どうしたんですか。歌劇団大戦を知ってるかい。もちろんです。あ、世界的な競技会、世界中の歌劇団が一堂に会し、2種類の競技、
で、心と技を競い合う。体はいらないんですか、体は。演舞で人々の心を癒す表現力。演舞で人々を守る強さを。人々は世界を守るための厳しい鍛錬の成果を世に示すための大会です。で、それがどうしたんですか。その競技会に出場することになったんだ。出場する。しかも勝ち進めとの命令付きだ。やるしかないな。ここは喋った方がいい。無理ですよ、そんなの無理に決まってます。顔が見切れてるけど、勝つのは無理かもしれないけど、出て戦う分には問題ないだろう。問題ありありです。集大をさらけ出すだけですよ、今回の公演みたいに。集大をさらけ出したってことは分かってるみたいです。ああ、もうなんでそんなことに。ね、集大をさらしたことは分かってるみたいです。ただね、この子のルックスで猿役はどうかと思うぞ。まず脚本書いたやつ出てこい。まずそっからだろ話は。政府より神山さんの地下機密区画の使用許可がおりました。昇降機も使用可能となっています。地下格納庫も入れますので行ってみるといいでしょう。なるほど、霊視戦闘機があるはずだ。じゃあまず今度は戦いの方ですかな。じゃあいよいよ音楽室のそば、地下格納庫に行く。これいよいよバトルパートなんでしょうかね。ただバトルパートをやるにはだいぶ時間が経っているけれども、やる暇はあるんでしょうか。せめて今日はバトルパートまでは行きたい。はい、じゃあ一旦カット。これが昇降機だったのか。確かに使えるようになってるな。ちょっと待って待って待って、そんな言われちゃうと。でももうやることないよね。向かう。ここが格納庫か。舞台が帝国歌劇団の顔なら、格納庫は歌劇団。もうちょっとこれどう読み違えたらいいの。さて、お目当ての霊視戦闘機はどこだ。目の前にあるよ。量子甲冑三式後部か。ここはちゃんと喋んないね。歌劇団隊員だけが持つ霊力で動く対高魔用の戦闘兵器。優秀な機体だが、今や主流は量子戦闘機だぞ。あ、量子って読むか。さすがに時代遅れだろう。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのか。予算がありませんから。予算ないの。カオルさん。神山さんの言う通りです。この機体でコウマと戦うのは難しいでしょう。でもそれじゃあコウマが現れたらどうすれば。スミレ様もおっしゃっていた通り、上海歌劇団に頼っているのが現状です。あー、足ぶつけた。失礼。確かに、あの緑色のやつだ。駅で俺を守ってくれたのも上海歌劇団の期待でした。どうしようもないとはいえ、悔しい話ですね。そう思っていただければ幸いです。あなたはこの状況を打破するために隊長として呼ばれたのですから。はい、分かっています。スミレ様の夢を叶えるために強い花組を作り上げてください。ところで予算がないってどういうことなんですか。文字通りの意味です、神山隊長。帝国歌劇団はスミレ様のご尽力でかろうじて生きながらえているだけの組織です。政府にも軍にも、そして神崎重工にも歌劇団を援助してくれる人はいません。
そんな状態で高魔と戦えと。無理ですか。無理ですね。俺が援助するしかありませんね。なんとか戦います。それが俺の役目ですから。この不利な状況でも諦めない。なるほど、さすがは隊長ですね。厳しい状況ではありますが。ですが、スミレ様はあなたに期待しています。なんとかお願いします、神山隊長。わかりました、微力を尽くします。ありがとうございます。ところで、俺の期待は見当たらないようですが。ありません。ありません。え、今はまだありません。予算が降りればそのうち用意します。そのうち。そのうちって、はあ、そうか、この人も乗るんだっけか、まあ、仕方ないか。バトルパートに入れないやん、期待がなかったらどうすんのよ、はあ、予算もない、期待もない、整備の人材だって不足している。なんとかしたいけどどうにもな。まあ、やれる範囲でやるしかないか。仕方ないよな。ん？なぜいきなり大浴場が隣にある。ここは風呂か。ずいぶん広そうだ。幸い誰もいないみたいだし、どんな風呂なのかちょっと見てみるか。はっきり言いましょう、覗けということですね。皆さん、お待たせいたしました。お待たせいたしました。さあ、これは絶対男湯と女湯の区別がついていない。これはチャンス。少し痩せたかな。いや、でもここに服がないんだったらそれは分かんないよね。何を調べたの。風呂上がりに畳で一休み、贅沢じゃないか。これは当然行ってこい。大きいな。船とはえらい違いだ。待て、そういえば花組って女の子ばかりだよな。ということは、このお風呂は女湯。いけない、早く出よう。よし、脱ごう。待っていればもしかして。いやー、うわー、待っていれば待っていればもしかして。いや、いけない、妄想に心を躍らせている場合じゃないぞ。今のはこんなところを誰かに見られたら大騒ぎになってしまう。早くここから出よう。ふぅ、よかった、誰にも見つからなかったな。危なかった。お前、うわっ、お前、そこは女湯。見つかった。間違いない、俺は女だ。気づかなかったな。女湯、気がつかなかったな。同じ。変態だ。いつの間にこんな強国娘が。お前、ジャンプに出てなかったか。見られてしまったか。見られてしまった。今のは誰だったんだ。もしかしてあの子がアザミくんか。みんなを集めて。スミレさん、早いね、もう帰ってきたの。はい、実力不足、スミ。いや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 、あれじゃないの、鼻くそとかほじくっちゃう女の子じゃないの今の。急に呼び出しなんて。揃っているわね。みんなに伝えなければいけないことがあります。どうしたんですか。上層部からの通達があったわ。実績を出さないと花組、いいえ、帝国歌劇団を解散させるという話を。あ、解散って、どうして解散なんですか。
決まってるじゃねえか。お前らが弱いからだろ。君は？神山くんは初めてだったわね。紹介するわ。上海歌劇団の隊長、ヤン・シャオロンくん。それに、隊員のホアン・ユイさんよ。ヤン・シャオロン、ホアン・ユイ。あ、敵だったのか。君は、お前はさっきの変態。変態じゃない、変かもしれない。おー変態じゃない。あれは不幸な事故だったんだ。うるさい、近づくな、この変態。神山さん、一体何をしたんですか。まあ、変態は認める。何があったのか知らないけど、いい加減にしてちょうだい。ユイ、お前も落ち着け。ごめんなさい。うん、解散。帝国歌劇団が解散。さくらも落ち着けよ。実績がなければって話なんだろ。要はそいつを作りゃいいんじゃねえか。それです。実績を作りましょう。でも実績といってもどうすればいいんでしょう。それはやっぱりこれだろうな。解散してもらおう。選びて。歌劇団対戦で優勝するしかない。それなら無視はできないはずだ。おいおい、本気かよ。いえ、神山さんの言う通りです。優勝、それしかありません。そうね、優勝できれば言うことなしね。そんなの無理ですよ。一回だって勝てるかどうか。もうそのレベル。そいつの言う通りだぜ。お前たちが優勝できるわけがない。なんだと。大きな口を叩いたところでお前たちにそんな力はないんだよ。大会には世界各国の強力な歌劇団が出場する。お前たちの出る幕なんてどこにもないぜ。隊長の言う通り。恥をかかないうちに早く逃げた方がいいね。逃げたりなんてしません。舞台一つまともにできないくせに。それでも私たちは見てたの。私たちはさくら。おっと、何？アナログリップスについて、上下でアナログゲージを操作し、まるで選択すると選択した強さによってシナリオの展開が変化します。時間切れはその時点のゲージの強さで決定されます。じゃあもう満タンでいった方がいいですな、これは。ズキューンはもう満タンでズドンですよ。俺たちは必ず優勝してみせる。神山さん、決まりね。は？本気で？本気で優勝する気なんですか？シャオロン隊長、ご足労いただいたこと感謝いたしますわ。でも花組の運命は花組が決める。そうよね、神山くん。はい。頼んだわよ。それじゃあお二方、お送りしますわ。横浜まで。はいはい、せいぜい頑張ってくれや。歌劇団対戦で優勝。解散か。ちょっとどうしちゃったのよ二人とも。ここが頑張りどころじゃない。なんでため息ばかりついてるの。そんなこと言ったってな。やっぱりどう考えても無理ですよ、優勝なんて。違うよ、できるよ。今こそみんなで頑張らなきゃダメなんじゃない。おっと、桜の言う通りだ。次回優勝でどうだろう。桜の言う通りだ。ため息ばかりついていてもしょうがない。そうです、みんなで力を合わせましょう。優勝は無理かもしれない。でもやるだけのことはやろう。無理って、隊長までそんなこと言って。
怒られた。そんな気持ちで、思いで、本気で帝劇を守る気があるんですか？さくら、やるだけのことはやろうって。それで本当に帝劇が守れるんですか？仕方ないだろう。それ以外にどうしろって言うんだ。仕方ない、仕方ないって。そんな中途半端な仙人さんなんて嫌い、大嫌い。さくら。俺後ろ座り直した。でも この二人の会話になったら急に静かになっちゃったね。一人にしてやった方がいいんじゃねえか。まだバトルパート行かないのか。おお、一人でなんかやっとる。さくら、何の用ですか？そんなに怒らないでくれよ。少し話をさせてくれないか？怒ってなんかいません。私はただ自分が不甲斐ないんです。舞台は失敗続き、コウマとの戦いもユイさんたちに任せっきり。偉そうなこと言っても何もできない。こんなんじゃ私全然ダメじゃないですか。俺の目を見よ。おお、ちょっとかっこつけちゃう。政治を頑張れ。さくらが誰よりも頑張ってることを俺は知ってる。この目で見ている。あとは全力でやるだけだろ。それでいいじゃないか。それしかないじゃないか。違うんです。あ、ダメでした。それじゃダメなんです。やれることをやるんじゃ、それだけじゃダメなんです。できるまでやるんです。どこまでも叶うまでやらなきゃダメなんです。さくら、君はどうしてそこまで。さくらさんがいるから。何？新宮寺さくらさんがいるからです。新宮寺さくら。私小さい頃、新宮寺桜さんに助けられたんです。コウマに襲われた私の前に桜さんが颯爽と現れて、一瞬でした。ただの一刀でコウマを倒して、それが忘れられなくて。私もああなりたい。桜さんみたいに強くて美しい、そんな女性になりたいって心の底から思ったんです。それが私の本当の夢。このパターンだとさくらは出てこないのか。だから私の夢は全然叶ってないんです。帝国歌劇団に入ってもこんなんじゃ本当ダメダメだよ私。さくら、すみません神山隊長、私もう寝ます。さあ、尺が長くなってきているけれど、バトルはまだなのか。
もうこれ3話目なんだけど、バトルまで行かないでこれ3話が終わりそうです。神山隊長、私です。さくら、どうぞ、空いてるよ。あの、その昨日はすみません。気にしてないよ。何しに来たんだ、言ってるもん。またすごいな。いいんだ。その写真、軍艦ですか？ああ、前に乗っていた特務艦、マリステンだ。様々な海上任務を受け、艦長として南方に行っていたんだ。聖兄さん、艦長なんですか？すごいです！でも、もう沈んだ。あら、そういう停泊していた港の近くで客船が高魔に襲われたんだ。だから助けに行った。でもこっちの兵器は高魔にはほとんど通じない。時間を稼いで客船を逃がすので精一杯さ。そのうち機関が止まって総員退艦命令を出した。そういえばあの時助けてくれたのは上海歌劇団だったな。そんなことが。ま、客船と乗員を守れたので十分さ。そう、あれは仕方なかったんだ。あら、なるほど。こっちはこっちで、ある意味それは左遷ですね。これは聖兄さん、いきなりバトルパートなの？一号魔衆警報、まさか銀座にコーマが。いよいよ出撃か。よし、行くぞ、さくら。了解。このタイミングで、ただこれはバトルパートは今回はいけない。承認。楽しそう。あら、便利。おお、一応コーマは銀座に現れました。帝劇の目と鼻の先です。上海歌劇団は横須賀方面に現れたコーマに対処中や。戻ってくるまでにはちょっと時間かかるで。コーマが複数の場所に出現、今日は多いですね。上海歌劇団が戻ってくるまで我々がコーマを抑える必要があります。ですが俺の期待はまだ。神山君はここから指揮を取ってちょうだい。了解しました。神山隊長、私たちがいます。大丈夫。俺が戦えない分、みんなよろしく頼むよ。準備はできたようね。そうか、お前も出るのか。本来は出撃命令を。よし。お、何ですか。出撃せよ。花見の準備したい。帝国歌劇団花組、出撃せよ。銀座に現れたコーマを殲滅する。了解。雨宮さくら、出撃します。よし、任せとくって。行ってきます。またアニメパーティー。まあね、アニメのパターンだとね、だんだん話が進むにつれてここら辺は省略されるやつで。三式後部起動完了。
なんかコーマって言われには普通に機械だったけど。ここにある。そこまでです。帝国歌劇団誕生。隊員の状態について、アイキャッチでは各隊員の状態を確認できます。信頼度が高いほどキャラクターが手前に表示されます。またヒロインたちの機嫌もアイコンで確認できます。なんじゃそりゃ。あ、セーブするがあった。じゃあちょっとこっから先は次回にしたいと思います。ちょうどいい切り方になったかな。じゃあバトルパートは次回でということにしたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いや、ドラマパートになると急に黙っちゃうね。もうこれはしょうがない。セーブさせてくんない？